じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。わざわざ金へようこそ。あもうすごい、でもなんかね、通ったことない道とかを通ってきたからすっごい楽しかった。陸の孤島ですけど、陸の孤島だけどなんかあの何もないって言うけど何もないのがなんか楽しかったりしたけど、あ市内の人はそう思うのか毎日住んでる人はちょっとそう思わないそう思う。でもだいぶ住みやすくなったけどね、金山もね。昔超田舎だったけど。すいません、ということで、あの自己紹介をじゃあ、お願いします。魚屋を45年かな、泉田鮮魚の泉田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。泉田一世君。はい、これ初めて会った時、あの一世って名前がかっこいいなと思ってさ、うん、かっこいい、うん、かっこよくね。泉田一世ってさ、全部さ、小学校1年で習う感じ。あ、そうだね確かに俺だけフルネームで最初かけた。なるほど、俺も大きだからね、なんかもう本当に小学校1年生ですぐかけるわけよ、ね、光がでもちょっと光はね先だね、もうちょっと先に出てくるけどそうそうそう、今日はもう本当ありがとうございます。もう忙しい中。いいえ、とんでもないです。それこそ一世君とは何がきっかけだったんだっけ、うん、多分さ、俺もそれで思ってさ振り返ったんだけどさ、多分照らしなんじゃねえかなと思ってるけど、なんかあの怪しい肉屋さん、怪しい肉屋さんのつながりじゃないかな。大体市内の面白い人は、うん、あの照らし経由だね。なるほど知ってんの、あのインテリ肉屋、インテリ肉屋、インテリ肉ヤクザみたいな。だよねそっか、テラかだと思う。もうなんかそのそれこそテラなんかとこう、うん、結構地域を回るなんか取り組みとかしてるね。そうそうそう、新次会っつってね、あの中原水産の中原さんって人が、はい、あの豪地塾の派生でやったやつ、はいはいはい、あれとかでずっと一緒にいます。県内の、うん、なんかそういういろんなあの生産者とかを回る。そうだね、あの地域を北薩、南薩、市内、北部、大隅で分けて、うんうんうん、各地域の人がホストになって、うんうん、みんな、まあ、10人ぐらい呼んであの案内したりとか、まあ、大隅だったら前はホストやらせてもらったんだけど、うなぎの羊満が有名だからさ、羊満連れてったりとか、あの豚の4トン連れてったりとかで、まあ、飲み会したりとかっていう、まあ、面白い集まりが。それこそヒカルさんもね、行く行くってなったよね、前ね。一回ね、なんかちょっと参加させてもらったよね、うん、なんか飲み会に参加してもらったかな。あ、市内の時か。そうそうそう、だったね。ですです。なんかそういう、あのちょっと伊勢くんの、まあ、ルーツ的なところからちょっと教えてもらいたいなと思って。ああ、大したルーツじゃないんだけど金谷が出身で。金谷出身。高校まで金谷。高校まで金谷。で、大学が、大学が福岡に出て、はい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 、で、そこで8年いたのかな、結局院まで行ったから、無駄にねちょっとなんかあのプロフィールを見せてもらったんだけど、うん、生物学を専攻に。ねえ、あの遺伝子とかさ、はいはいはい、そっち系の専攻だったんだけど、なぜその遺伝子とかの専攻にいたの。いや、なんでだろうね、今ね思えばなんでなんだろうって思うんだけど、まあ、もともと理科が興味があって、はいはい、科学とか生物とかすげえ好きで、はいはい、でまあ進学するんだったら科学かな、 理科かなみたいな、理学部かなって感じだったんだけど、その時ちょうどなんかね、遺伝子組み換えとかさ、クローンとかさ、そういうのがこう、うん、テレビでも出だ、ニュースで言われ出したぐらいの時代で、はいはいはい、遺伝子ってめっちゃ面白いんじゃないのみたいな思って行ったんだよね、はいはいはい、でもね、入ってね思ったけどまだ早すぎたねというとあの産業にするには生物学はまだ、まあ、今でこそその iPS 細胞だったり再生医療とか出てきてるけど、はいはいはい、俺らの入った当時はまだね、そこまでやっぱり就職につながるのは科学科とか農学部とか、なるほど、やっぱりそっちだったよ。その研究室とかどういうのを調べてたの。研究室はね、あの、まあ、どういうのを調べたか、どういう実験してたっていうか、ね、遺伝子組み換えみたいなのをしたりとか、それこそ今話題の PCR したりとか、はい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 、で遺伝子配列読んだりとか、なんかそんなのばっかしてた。遺伝子組み換えってどうやんの。俺らが扱った生物がね、線虫っつって、まあ、寄生虫の一種なんだよね、はいはいはい、土壌に生息したやつ、まあ、目に見えるんだけどぐらいのちっちゃいやつ、これのね、こう細いガラス張りみたいのでね、遺伝子をこう注入するわけ。へえ、顕微鏡でこう見て、はいはいはい、そしたらそこの中でね、変異体が生まれたりとかして、はいはいはい、でそれを配列を読んだりとか、例えばGFP っつって、前ノーベル賞取ったんだけど、日本人が、緑色蛍光タンパク質ってあるんだけど、緑色に輝くタンパク質、はいはいはい、それを例えば腸の遺伝子につないで、で腸にこうつないだのを入れたりしたら腸が光るとかさ、そういうのが出てきたりする。そういうのがいい。す
すごいマニアックだね。何生きてんのかって感じだけどね。そんな。それは、まあ一応大学院まで行って。あ、そうそう、大学院までそういうのばっかりしてて。なんかちょっとあの聞いたんですけど、そのビジネススクールみたいなのを。あ、そうそう。通ってたというか、専攻してたの？その大学院の途中で、あの教授から、それこそちょっとね、研究に熱が冷めてきた時期でもあって、うんうんうん、なんか就活とかでも途中で諦めちゃって、はいはいはい、将来何しようかなみたいな感じのモヤモヤした時に教授がいいのがあるよっつって、ビジネススクールができたから行ってみればみたいな、うんうんうん、っていうので行かせてもらって、まあ、そこがそのドクター人材にあのビジネスの知識をつけて、次世代のイノベーション人材を養成するっていう、イノベーション人材養成センターってとこあったんです。すげえ名前はすごい。いやでもなんか今の時代にまさになんかこう先行してるような、ちょっと走りみたいな感じだったのかもね、その時はね、はいはい、でもまあそれも今もうなくなっちゃったんだけど、まあ、そこでいろいろ今までその研究ばっかだったけど、ビジネスの勉強、ちょっとマーケティングだったりとか、それこそ名刺の渡し方のビジネスマナーだったりとか、はいはい、まあ、いろんなそういう勉強をさせてもらって、でまあ企業に3ヶ月インターン行ったりとかして、それで卒業して、まあ、ちょうどそのぐらいのタイミングで、あのそのイノベーション人材養成センターに入る前に親父が病気になって、うんうんうん、でちょっと帰ってきてたんでね、うんうんうん、まあ、休学ってことでもないんだけど3ヶ月とか半年とか帰ってきてて、でまあ実家の状況を見たりして、ちょっと大変な状況で帰ろうかなっていう感じになってて、でそこからその勉強して、で本格的にちょっと帰ろうってなって、うんうんうん、戻ってきた感じかな。それはもうその時に、じゃあもう俺はこの泉田専業店を継ぐんだみたいな感じで、うん、その時は思ったけど、高校を卒業した時は絶対帰ってこないと思って出てった。あ、そうなんだ。うん、まあ、両親ももう大変な商売だから継がなくていいよって言ってたし、うんうんうん、自分の好きなことをすればって言ったから、うんうんうん、だけどやっぱり長男だったし、うんうん、あの会社がそうなった時に、まあ、帰ってくるのは僕しかいなくて、うんうんうん、妹はもう結婚したし、明け婚地が県外いたし、弟はゴルフしてたから、ねね、すごいね、プロゴルファー。そうそう、ゴルフやめて魚やれっていうのは言えないからさ。そうだよね、確かに。それもあれしかいねえじゃんみたいな。へえ、一世君もゴルフやってたの？いや全然やったこともないもん。え、弟だけ？そう、あの横峯さくらのゴルフスクールがすぐ近くにあって、はいはいはい、そこにね通ってたわけよ、みんな。その小妻神一郎って、はいはいはい、この間優勝したんだけど、神一郎も、うんうんうん、そこのメンバーとか、まあ、横峯さくらとかがちょっと森を切り開いて、打ちっぱなしの練習場が近くあって、はいはい、そこに弟が小学校の時から4年ぐらいの時通ってて、うんうん、でもその時もう俺高校生だったし、うんうん、弟が中学上がった時も大学だったから、はいはい、ゴルフしてるの全然分かんなくて。一世君は何かスポーツしてるの？俺はバレーとかバスケとかちょろっとしたけど。バレーとかバスケとかあのスポーツのうちは全部持ってかれた。あ、なるほどね、弟の方に。そうそうそう。バレー部だったんだ。バレー部もね、もともとさ、中学校の時バスケ部1年でドロップアウトしたわけ、はいはいはい、で青空下校部だったんだけど、はいはい、部活楽しそうと思っててさ、なんかみんなで合宿行ったりさ、うんうんうん、なんかすげえ面白そうだなと思って高校の時にバレー入った。なるほど、高校からバレーなんだ。そう、初心者だったけど。結構ガッツあるね。憧れてた。なるほど、部活生活。いや、なんかバレーでほら小学校からみんな続けてるような、あ、そんな感じだよね、イメージだから。高校から入ったのほぼいなかったもんね。